騎士と平行キャスト。引っかかったかな。あ、なんだ、魚だ、魚だ。うわ、食った食った食った。マジかマジかマジか。晴天、波ゼロ、微風。釣れ、この条件下の中で釣れるんでしょうか。今揚げ潮なんですよね。揚げのいい時間帯に向かって上がってる感じ。いいっすね、今日は天気がいい。天気がいいのはいいことなのかよくわかんないですよね、釣りって。なんだなんだなんだ。おー、ゴミは捨てないでほしいっすね。みんなフックどうしてんだろう、これ。こんな感じかな、多分。なんかフロントフックが絡むような気がする。刺しとこう。浅っ。浅い。これ18でも重いかもしれないですね。浅いし、水は透き通ってるんで、ちょっとフローティングミノーにしましょう。透明なサイドミノースリム。晴天、微風、波ゼロ。こんなの釣れないじゃん。ちょっとルアー変えてみますか。レスポンダー 149F。 結構相当フローティングらしいですね。あ、水平浮き。重い重い、でかい、重い、でかい。で、 ARC が入ってるんですね。めっちゃ飛ぶんじゃないですか、これ。お、飛ぶ飛ぶ。プラス 10m って感じですね。やっぱり、やっぱ波がなさすぎるな、これ。あんまりこう力を入れない方が飛びますね。飛ばそうと思うと飛ばないんですよね、ルアーって。安定して水面直下 30cm を泳ぐルアー、レスポンダー。こういうのが一番飛ぶな。うん。この投げ方が一番飛ぶ。ビヨーンって投げた方が飛びますね。なんかここ重いですよね、抵抗が。なんか沖に流れていってるのかもしれないですね、緩やかに。だからなんだって感じですからね。浅いな、ここは。超浅いところがありますね。レスポンダーがそこつくっていうのはもうね、足首ですよ。足首の浅さ。飛ぶな、でも飛ぶ。 ARC 飛ぶ。すごい、えらい。騎士と平行キャスト。うわ、すごい当たる。そこに、これレスポンダーがそこに当たるのはもうくるぶしでしょ。引っかかったかな。あ、なんだ、魚だ、魚だ。うわ、食った食った食った。マジかマジかマジか。食った食った食った。ゴミかと思った。うわ、すんげえ引く、すんげえ引くけど、なにこれ。マジっすか。晴天、微風、波ゼロ、レスポンダー 149F。 うわ、食った。ゴミかと思った今。うわ、すげえ引くけど、なにこれ。おいおいおい、やったぞ。晴天、微風、波ゼロ。レスポンダー 149。 しかも騎士と平行キャスト。いやー、来たな、やっぱ騎士平行キャスト。いいっすね、めっちゃ強いぞこれ。なんだなんだ、こっちか、こっちか、ヒラメか。うお、ナイス、こっちじゃないですか。出た出た、マゴチさんだ。やった、やばい、フック一本。やっぱ来た、マゴチさんが。マゴチさんですね、ナイス、マゴチ。やったやった、マゴチいるな、やっぱり。おお、いい、ありがとう。マゴチちゃん来た、マゴチちゃん、マゴチちゃん来た。でかい、50ぐらいかな。レスポンダーですよ。ナイス、マゴチ。びっくりした、びっくりした。
ゴミかと思った。やった、岸平行キャストするもんですよ。大事ですね、岸平行キャスト大事やりました、やった、ナイスマゴチちゃん、すんげえ引き強いね、やっぱりマゴチ。いやー、浅いとこにいんだな、マゴチちゃんは。レスポンダー 149F ですよ、それで。これいいですね。いやー、やった。釣って釣られて俺ケジカ。はい、どうもこんにちは、ケジカです。いや、釣れましたね、嬉しい、うん、で、今日はこれですね、マゴチの刺身、うん、お刺身にしました。どうですかね、うん、甘いです、うん、うん、甘い、うん、うん、うまいですね、うん、でこれはあの尻尾の部分のお刺身です、うん、で胴体はあの焼き魚にしようと思います。あと頭と背骨、あれはガラ汁ですね。ガラ汁もすごい美味しいんですよ、マゴチって、うん、今日ですけど、現場についてですね、海を見た瞬間、これは釣れないなと思いましたね、うん、もう波はゼロですよ。で海は綺麗だし、すごくクリアだし、あの微風ですね、これは釣れないなみたいな、どうしようみたいな感じで釣り始めまして、で釣れたのはあのフローティングミノーでしたね。もうミノーであのマゴチ釣ったの初めてだったんで、すごいびっくりしました、釣れんだなみたいな、うん、
すごいですね、マモチは。どう猛です、あれは。あいつはどう猛です、うん、で今日ですけど、スマホに入ってる態度グラフのアプリを見てですね、一番いい時間帯が午前9時だったんで、まあ、それに合わせてその時に、まあ、しっかり釣りできてるような感じで行きましたね。とにかく晴れですよ、快晴、スイッチクリア、波ゼロ、波ゼロです、波ゼロ、風も微風で、浅瀬ですよ、めちゃめちゃ浅瀬、もうそこ見えんじゃんみたいなとこですよ。まあサーフなんですけど特別浅いと思います、はい。でですね、まあそんな時はこうちょっとナチュラルに行った方がいいんじゃないかと思って始めたのがこれですね、ダイワのフラットジャンキーロデム 18g ですね。まあ、これ人づてにですね、ヒラメ釣るにはワームがいいよって聞いたんで、ワーム持ってなかったんで、中古ルアー屋さんに行って、うん、まあ選んできたんですけどね、 18g の、まあいいかなと思って、まあ、1個で500円かな、売ってたのかな、まあいいかなと思って買ってみました。でまあ初め投げた時はこうこんな感じですね、前後フックがブラブラした状態で投げてたんですけど、やっぱこれが引っかかるんでライントラブル起こすんですよ。投げるとこれ回りやすいんで、うん、ちょっと大変でした。やっぱりフックはこうボディに刺した方がいいですね、こんな感じでフロントだけ、そうするとトラブルはなかったです。なので使うときはフロントは刺した方がいいですね。で今日のエリアですけど、まあ、水深はすごい浅いんですよ、すごい浅いし波もないし流れもないんで、やっぱすぐにねボトムについちゃうんですね、これゴツ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 、それはまあよろしくない状態なんで、相当早く巻かないと浮かなかったです。であんまり早く巻きすぎると浮き上がっちゃっても水面出ちゃうし、ちょっとね使い方が難しかったですね、今日のポイントでは。なんであと投げる時もこうスカーンと飛んでいかないですね、なんかぐるぐるぐるとか、うまく投げないといけないんで、ちょっとコツがいるなと、慣れがいるなっていう感じがしました。でちょっと釣れないなと思って、で次に選んだのがこのデュオのタイドミノスリムですよ。もう綺麗なルアーですけどね。で水質もクリアだったんで、もしかしたらクリアなルアーがいいんじゃないかなと思ってちょっと選んだんですよ、うん、でフローティングミノーだったんで、まあ、これならそこに当たんないかなと思って使ったんですけど、やっぱり、ね、若干当たりましたね。でこのルアーって浮き姿勢はこうなんですね、お尻下がりで巻くとね、やっぱ 5-60cm ほぐんのかなって感じです。まだちょっと分かんないですけど、簡単にそこに当たっちゃうんで、うん、表層を引けるルアーじゃないんだなみたいな感じがしました。泳ぎはすごいタイトで、まあ、釣れそうな感じがしましたね。ただ飛距離も慣れるとタイドミノスリム投げるとなんか飛ぶなみたいな、飛ぶようになりましたね、徐々に。釣れるルアーだなと思うんですけど、ちょっとやっぱりコツがいるなと思いましたね、使うのに、うん、そんな感じです。まあ、綺麗なルアーで好きなんですけどね、うん、ちょっと今日のポイントにやっぱり合わなかった。で次にチョイスしたのはこのシマノのレスポンダー 149F 149mm ですよ。大きいですね、このルアー、太いしな。この中に ARC という機構が入ってるんですね、うん、パタパタ落としますけど、この ARC っていうのは何かっていうと、ちょっと知らない人もいると思うんで説明するとですね、まあ重心移動システムが入ってるんですよ。このタイドミノスリムにも入ってますけど、このシンカーありますね、このこうやってこれも同じようです。これも重心移動システムですけど、投げるときにお尻に、まあ、お尻が先に飛んでくるんで、ルアー投げるときはお尻が重くなって飛んでって着水して巻き出すと前に重りが来て、まあ、いいアクションをする、そういうもんです。でその重心移動システムはですね、これもここに入ってるんですけど、シマノの ARC っていうのはすごい非常に高性能ですね、めちゃめちゃ評判がいいです。で今日このレスポンダーは僕初めて使ったんですけど、めちゃくちゃ飛びます、めちゃくちゃ飛ぶ、本当に誰が使っても飛ぶと思います。ただまあ重さも 28g あるんで、ある程度重さを背負えるロードで投げた方がいいと思います。すごいぶっ飛びますね、これタイドミノーのプラス 10m 15m はもう簡単に飛んできます、誰でも飛ばせると思います。これは、うん、優秀です。これは非常に。で実はこのルアーっていうのはヒラメ釣りをしてる YouTuber の方がおすすめしてたんで、ちょっと買ってみたんですけど、やっぱりね先輩の言うことは素直に聞くべきですよ。うん、でも釣れたんでね。いいルアーでした、非常に。うん、で先行深度も表層から30センチですね。30センチをもう安定してこう引けるんですよ、うん。安定してもこれも本当に誰でも安定して30センチを引けると思います。なんで浅瀬でも全然使えると、これがもうね当たるようなところはもうくるぶしですよ、もう浅い本当にほとんどそうそんな感じでした、うん、そのくらいの目安にもなりましたね。浅いところでは非常に強いルアーだと思います、はい。
で結局釣れたのはあの波打ち際でしたね。波打ち際に平行にキャストして、まあ、横に引いてきた感じです、うん、釣れたところもね相当浅いですよあれ、うん、あれやばいみたいな、ちょっと取りに行かないといけないなと思って歩き出そうと思ったらぐんぐん引っ張るんで、うわ魚だと思ってちょっとびっくりしたんですけど、うん、もう晴れ水質クリア波ゼロみたいな状況でも釣れんだなと思いましたね、うん、で釣れたのはですね、釣れた時間がちょうど9時だったんですよ。タイドグラフアプリ通りでしたね。9時も釣れるぜみたいな本当その通りに釣れたと。やっぱ慈愛って大事だなと思いましたね、うん、で帰り道ちょっと歩いてる時も、もう朝行った時はいなかったフグがこう波打ち際から逃げていく姿もあったんで、やっぱりこう魚の活性が上がる時間だったのかもしれないですね。マジでこのレスポンダー149は大好きになりましたね。こんなでっかいルアーでも釣れるんですね、うん、すごいですよ使いやすいし飛ぶ、誰でも使える、安定して30センチを誰でも引けるし、ちゃんと釣れるアクションする。ちょっとね動きは大きいんですよ。なんでどうかなと思いましたけども、もうバッチリ釣れましたね。なんでもう自信持ってこれからも使えるルアーだと思いますね、うん、ということで今日のポイントは先輩の言うことは聞きなさいっていうことと、あとはタイドグラフアプリの言うことは聞きなさいってことです、はい、もう謙虚に行きたいと思います。いやもう釣れる自信がなかったんで、もうすごい嬉しかったですね、うん、ということで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。ではさよなら。マゴチ最高です。